頭カバーです。ティンバーボーンシーズン3パート2やっていきましょう。はい、前回からスタートしました新シーズン3。マップはサウザンドアイランズ、千の島という意味のですね、マップですね。ご覧のように水がたくさんあって、その上に、島が浮かんでますね。ただこの水がくせ者で、すごく多そうに見えるんだけれども、実は割と少ない、浅いんですね。もうこれしかない、ちょっとしかないですね。うん。なので干ばつの時には速攻で枯れてしまいますということでね、1回目の干ばつをなんとか乗り切りまして、次の干ばつが始まるまでに水をたくさん確保できるようにしていきたいですね。というわけで今回もやっていきましょう。いきなりですが食料がないです。俺全然気づかなかった。前回最後食料ないの、ゼロ、ゼロです、なしです。これちょっとね、あれですね、あの干ばつでさっき言ったようにここら辺がね、浅いもんだから全部もう水が枯れちゃって、で畑もベリーも全部ね水が干上がっちゃったんですよね。だから、食料の供給ができなくなりましたということでゼロです。ただ幸いにもですね、周りを見渡すとほら、ここにまずベリーがあるよね。うん。そして見てください、チェストナット、栗があります。これを採取してグリルで焼きグリにして食べればホクホク美味しいよ。そういうことをやっていこうか。にしてもお腹空いてるビーバーが結構いるので迅速にやっていきましょうか。まずは手頃なのはやっぱりここですかね。うん、このベリーをまず取りに行きましょうか。ちょっとね、うん、ほんとね、最初の頃が一番やっぱ辛いよねこれね。で、これは今やっている、ここの堤防作りよりも優先度上げましょう。これはね、後々っていうか、今回の動画の中でやりたいんだけど、水生農園をね、作る。水の中で育つ作物をですね、ここで育てたいと思っているので、堤防でダムを作るつもりです。ここに、よいしょ。はい、栗も取りに行きましょう。で、栗は取ったらすぐ焼き栗にしたいので、グリルを置いて、で、よし。で、グリルはもうレシピを選べますね。はい。グリルドポテトではない。焼きグリですね。ちなみにもう一個あって、焼き専用候補ね。長い。水生作物のね、水で育つ専用候補ねの、実なのかな？うん。それを焼いて食べることもできますけれども、今回は焼きグリですわ。さあ、食べ物が全くない状況でどこまで持つのか。頑張れ、ビーバーたち。さあ、ベリーを取れ。そうだ、そうだ、そうだ。いいぞー、食べに来い。来た、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 来た。食べろ、食べろ、そう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 。そして、実況的には明るくなってからやりたいけれども、そんな余裕はないので、栗が生えている島に上陸をしまして、栗を取るのも採集者の起点なんですよね。はい、一個また作りましょう、ここに。よし。ちょっと一回繁殖ポット止めとこう。そこに咲く余裕はない。よしよしよし、栗を取ってまーす。焼き栗いいね。あー死んでしまった。マジか。ベリーがここにあるのに飢え死にするっていう、その悲しすぎるでしょう。マジか、残念だ。お、焼き栗を今多分これ作ってるね。はい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 。6個。焼き栗力強さ 10% アップ。うんうん、より重いものを運べるということでよろしいか。ちなみにこの地区の名前決めました。ビーバーは月種類なので、その月種類のビーバーが住んでいる島ということで月種島。特にタイはございません。みんな月子島でね、農作業とか堤防作りとかね、いろいろ DIY 頑張ってます。視聴率取りに行くよ。いや、よかった、栗のおかげで食料が復活してきたね。しかし栗の木がこれだけあったら当分安泰なんじゃないかな。
よし、できた。さあ、ここの堤防が出来上がりました。これで多分、ここ干上がっていくんじゃないかな、きっと。ね。なので、ここの給水ポンプは多分あまり意味がなくなる。で、あとは、ここと、ここですね。はい。こうか？こうするか？多分こうすれば水は入ってくるよね？うん。あー、来ましたね。次の干ばつまであと3日。残念ながら、ここの、貯水池は作りきれなさそうだな。あー、次の干ばつ始まるまでに、一マス貯水場を作っておく？じゃないとまた畑枯れるよね。畑枯れる。食料はね、258あるはある、はある。あーでもここの栗が多分残るな。この栗はほら、南側がちょっと深くなってるから、簡単には水が枯れないから。そうだね。大丈夫かな？うん、ちょっと頑張ってもらおうかな。なんか、ピンチであればあるほど燃えるわ。平和なのも楽しいけれども、たまに訪れるピンチがすごく楽しいです。あとこれあれだなぁ。一回一回さ、ここの離れ小島の給水ポンプから水を持ってね、こっちに運んでくるんだよね、貯水槽に。それ時間もったいないから、こっちに貯水槽一個作っとこう。ちっちゃいやつ。はい。これがあるといいでしょう。さあ、二度目の干ばつは何日でしょうか？5日間。はーい、今回は大丈夫でしょう。このマップは本当にあれだよね。水の面積、表面積が広いから、枯れやすいんだよね。水が蒸発していく量は、この表面積に依存するから、同じ水の量でも、広くて浅い水の方が、狭くて深い水よりも早く枯れちゃうんだよね。そういう意味で言っても、ここのマップは結構大変だよな。さあ、枯れてまいりました。一方で、あ、ここ残ってるね、こっち側。あ、そうなるのか。そうか。こっち側の水は、こっち方面に流れていっちゃうんだね。ここかな？こことか、こっち側に流れていってしまうんだ。でも、ここを、ああ、枯れていく。そうだよな。完全に囲わないと、いずれはどっかに流れていってしまいますよね。あれ？待って。もう、伐採する木がないな。ここの上か。ここら辺のカバの木とか、伐採。まあまあまあ、しましょうか？しましょうか？届く？いや、お前じゃない。あ、ギリ、ギリですね。でもここもすぐなくなっちゃうな。他の林を探そう。この栗を使うのももったいねえな。栗は貴重な食料源だから、こっちだな。こっちの方を取りに行こうか。よし。いいね。いいよ。はい。さあ、伐採していこう。この辺りもカバノキなんてね。カバノキはな、なんだろう、あまり特徴がないというか、進んでカバノキを作るメリットってあんまないんじゃない？成長するのが早いか。それぐらいだね。と言っても9日で丸太1本だよ。それだったらさ、ワンランク上。あと3日足して、丸太2本、松の方がいいよね。松屋にも取れるし。はい、あっという間に、2回目の干ばつ5日間終了です。お疲れ様でした。次の干ばつまでに水生農園を作るぞ。貯水池の西側は完全に水が入ってこないのか。これは、あんまよろしくねえな。あ、来ないの？こっから来てくんないんだね、水。ああ、そうなんだ。じゃあここダメじゃん。ここの、林が全然育ってくれない。ここにも水門作るか、一個。ね、ここ開けて、水門にしましょうか。やむなしですね。まあ、一回ちょっと水流そう、こっからね。はい。そうね。で、
水門を一つドン。いか、こっちも木がなくなっちゃったな。いやー、ここのマップ結構きついな、ほんと。しょうがないですね。ここにも森番の詰め所作ろうか。いや、待て。先に堤防ここ完成させたいかな。いやー、ちょっと待って。ここは早く育ってほしいんだよな、この辺り。50% とか62%。まだだな。まだ時間かかるな。いやー、そう。となると、この栗をちょっと伐採するか。しょうがない。ちょっとだけね、ちょっとだけ。ちょっとだけだから。はい、できました。よし。さあ、これで、囲む準備が完了だ。で、あとは、干ばつが近づいたら放水場を作ろう。なので、今は先に、いよいよ、念願のですね、水生農場行きましょうか。さあ、アンロック。おー、いいね。ここのベリーの小島に、置いとこうか。はい。そして来ました。ガマと西洋候補根ですね。違いは、ガマは、ガマの根を3個取れる。収穫まで8日。西洋候補根が3個。収穫まで12日。こっちの方が4日長いんですね。で、ガマの根は小麦と同じ扱いで、一回製粉所でガマの粉にしてから、パン屋で焼かなきゃいけない。焼いたら、ガマクラッカーが出来上がりますね。西洋候補根はね、グリルで焼くだけだから、西洋候補根作ろうか。12日かかりますけれども、まあ良いんじゃないでしょうか。すごい。西洋候補根畑。すごっ。これがまたね、黄色い花が咲いて綺麗なんだよね。できました。水泳じゃない。水生農園。さあ、植え始めました。西洋候補根。はい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 。いやー、いいね。成長が楽しみ。で、あれだな。この辺り、森番の詰め所、作ろう。何植えようかな。松、メープル、栗の木。松を植えましょうか。一面の松。ベロッと。はい。そしてせっかく水生農園作ったから、ガマも作っちゃおうかな。こっち側、道の反対側はガマにしましょうか。まあ、この辺りまでかな、一旦。こんないる？まあいいや、作っちゃえ。はい。あと3日で3度目の干ばつが来ますよ。ちょっとね、水が微妙に減ってきてるんだよね。ビーバーの数が増えたからだと思うので、給水ポンプをもう1個、ここに作りましょう。貯水槽ももう1つあってもいいような気がする。うん。ガマを植えておりまーす。いや、いいですね。水の中でこう植物が育っていくのってすごくいいよね。心も潤いそうだ。家ももう一個そろそろ欲しいか。ね。ホームレス9匹もいるからな。まあ、外で寝るのが好きっていうビーバーももしかしたらいるのかもしれません。いるかもしれないけれども、ここはちょっとね、ぐっとこらえていただいて、寿命のために、屋内で寝ろ。あ、ごめん、ちょっと待って、先にあれだ。放水場作んないと。化学ポイント250、地味に、でかいけれども、やっちゃいやっしょう。あ、ちなみにこれは、自動給水ポンプ浸水来ました。水を高いところに汲み上げることができる、夢の機械ですね。でも700馬力使うからね。やばい、700馬力。いつかやりたいけどね。とりあえず今は放水場をアンロックして、これにしよっか。こう。はい。はい、来ました。3回目の干ばつは、10日か !5 日からいきなり倍ですよ。やば。さあ、放水場。あ、レンジャイだ、イバレンジャイ。さあ、周りの水は、おそらくもう枯れていきますよね。そうですね、枯れていくね。しかし、うちの貯水池の中は大丈夫。
あとはここに水を流し込んでますね。そうですね。ああ、いいですね。いいよ。ただこれもね、面積がさっき言ったようにめちゃめちゃ広いから、で、浅いから、どんどんね、水が蒸発していっちゃうからね。正直、放水場1個で足りるのか疑問だね。まあ、ここは様子見ながらやっていこう。でも、ここの貯水池に水があるおかげで、この辺りの畑とか、ベリーは、潤ってますね。いいね。ここの栗林の南側からも水は取れるよね。うん。これ深い？もしかして。あ、これ、2ブロック分ぐらいある。お、ここ深いぞ。これいいな。これ使ってもいいですね。まあ、ちょっと遠いかな？飲み水に困ったらここを活用しましょう。へぇー。あ！枯れてしまった。マジか。そうか、夜はな、放水しないもんね。あー、マジか。いや、でも大丈夫。またすぐに水が来るはずだ。待っててくれ。うわ、枯れるまであと 0.2 だって。やば、すぐ枯れるぞ、これ。ちょ、やばいやばいやばい。ビバレンジャーどうした？いた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 。早く。ビバレンジャー早く。オッケー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 、よしよしよし。こわ。すごいね。あっという間に枯れるんだね。これ、もう一個必要か？放水場。ちょっとこの辺りから、放水しようか。マジか。できましたよ。放水場もう一個。ここにも一匹割り当てたい。たい、たい。ここの木こりの起点一つ止めて、水を放水しなさい。あー、ちょっと待って。一回、今だけ24時間労働。今だけ限定。貴重な24時間労働プレゼント。働く喜びを噛み締めよう。よし！よし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 。ふぅ。怖いわー。あれ？ちょっと待って。めちゃめちゃ枯れてる。めちゃめちゃ枯れてる。嘘だー。しおれてしまったー。放水場は1個じゃ足りなかったんだね。やっぱり2個必要か。やっぱね、水の表面積が広いと辛いなー。こればっかりはね、一マス貯水場じゃダメだからね。うん。水そのものに使ってなきゃいけないからな。さあ、みんな24時間労働頑張って。なんか当番制にしてほしいよな。こういう放水場とかさ、止まったら困るもの。日勤ビーバーと夜勤ビーバーの二交代制にしてほしいな。やばい、全然水溜まっていかないんだけど。放水場二つでも、結構厳しいということですね、これは。いや、俺は今回、アップデート1の更新をメインにやっていくことに決めているので、給水ポンプもう一個追加しますね。こっちに作るか。ここに。はい。やるぜ、俺は。あー、ちょっと待って！西洋候補で一個咲いた！一個咲いたよ！咲いたよ！咲いたけど、あっという間に刈り取られてしまうのね。あー、持ってかれた。ちくしょう、サムネはあれだぞ。頑張ってさ、全部の西洋コウホネとガマが実ってる状態で取るからな。あ、いか、水が足りない。放水場を増やしたら今度水が足りなくなった。給水ポンプをもう一つ置くしかないよな、これは。うん、やるしかないですね。はい。うん。実に効率的ではない。まあでもね、シミュレーションゲームはこだわってなんぼだから。うん。こだわんないと。よし、カンパス終わった。終わったよ。カンパス終わったよ。みんな、終わった。よかった。水が戻ってきたぞー。やったー。さあ、じゃあここ開けていいかな？水門開けましょう。オープン。よし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 。うん。で、一旦は、ちょっと放水場止めますよ。一回止めます。で、次の、
干ばつが始まる2日ぐらい前かなになったら、また水門閉めて放水場再開だ。来ました、ガマが実りました。いいね、キリタンポ感あるね。やったー、よし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 。あー、人参も出来上がりましたね。ティンバーボーンの人参ってなんかやたらうまそうに見えるんだよな。よーし、よかったよかった。はい、やっぱな、雨季っていうのはいいですな。はい、今回は、水生農場を作りましたと。貯水池もね作りましたが、蒸発量が大きかったね。うん、まあただ放水場3つフル稼働すれば多分現状維持はできるんじゃないかなーって気はするからね。はい、そこはちょっと次回の干ばつ以降は干上がらずにいけそうな気がしています。あとはね、植林を新しくね、し始めました。ここの植林は多分そんな簡単には枯れないでしょうね。ここに深い溝があるから。あと分かったのは栗は神だということですね。ね、食糧危機、冒頭の食糧危機は栗がなかったら終わってたよ、多分死んでたわ。大事にしていこう栗。はい、ということでですね、私はこの後サムネイルを撮るために頑張って西洋コウホネとガマを育てます。はい、今日はここでおしまいにしたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。